皆さんこんにちは、ペソでございます。横沢物語続きやっていきましょう。初場所の後半戦ですね。さあ、ここまでさんはね、書いて当たってる、ここで勝ち星を稼いでおきたい。さあ、木垣さん絶好調、8連勝でまた書いて当たりますね。さあ、京子さんも書いて当たってから勝ち出しましたね。薬師さんはちょっと伸び悩み。さあ、三条さん、今日は北王子さんと、六角さんはなんと片木原さんと、富永浩二さんがね、ちょこちょこ買ってますね。はい、薬師さん6勝2敗の琴千鳥さん、富野浩二さんは5勝3敗の若しぐれさん、あら入っちゃったの、ごめんなさい、飛ばしますね。京極さん、荒日高さんと3勝5敗同士ですね。五駒さん2勝6敗の不破の国さん、木揚さん、こちらも2勝6敗おせちからさん、木田王子さん8連勝中ですね。横綱三条さん5勝3敗との一番、同門対決ですね。おお、三条さんがアクティブに押してくる。今日はついてくるという言い方、ああ突き出した、北王子さん黒星ついちゃいました。8連勝でストップ。六角さん7勝1敗の横綱片木原さんと、さあ片木原さんもね、まだまだ衰えは始まったばかりで、おっと上手投げ、六角さんにも土がついた。これで分かんなくなってきた。木揚さんだけだ一人ね、連勝してんので、たまちゃん負けた、ゲームナダさんが勝ってるから、ゲームナダさんと木揚さんがトップになりましたね。さあ、ここまでさんと、得意の首投げが出てますね。で、京極さんは荒日高さんを継ぎ出しで勝ち、で十両は富野浩二さんは寄り切って負け、薬師さんが下手投げ使ってますね。こんな感じですね。だから9連勝が2人にな減りましたね。では10日目いきましょう。木揚さんが片木原さんと当たる。薬師さんと、富野浩二さんね。はい、薬師さん4勝5敗、富野浩二さん6勝3敗の同門対決。残った。下手投げ、薬師さん技の勝ち。京極さんは塩見岳さんと4勝5敗同士の一番ですね。五駒さん2勝7敗の泰山先生、六角さんは4勝5敗の旭誉さん、北尾さん6勝3敗の太刀錦さん、三条さん8勝1敗の小結び鳴門奈美さんとの一番ですね。さあ、もろ差しかよって追い込む、そのまま押し出す、三条さん得意のパターン出ました。さあ、これも注目の一番、片桐さん8勝1敗、木揚さん9連勝の同門対決。おお、下手投げをこらえる、木揚さんが押しに入る。
今回パラキアゲさん上がんなかったんだけどね。ていうかもう上がんないかもしれない。追い込んだ。おお、キアゲさん押し返す。カテギアさんが寄る。再び追い込む。おお、キアゲさんすごいね。投げ不発。カタキアさん押してまた追い込んで寄り切る。寄り切り。さあゲイブナダさんが負けてるということは全勝消えましたね。さあ六角さん、北王子さん、ここまちさん、京極さんが勝ち、重量は、重量はそうですね、薬師さんが勝ちましたね。はい、10日目終了しました。片木原さん9勝2敗、三条さん7勝3敗、北王子さん、六角さん、木明さん9勝1敗で、他9勝1敗はゲイブナダさんがいますね。で、五駒町さんと京極さんが盛り返してきました、5勝5敗で、薬師さんも盛り返して5勝5敗、富永さん6勝4敗というところで、11日目いきましょう。おお、キハゲさん、三条さんと今日当たりますね。富の声さん2勝8敗の八尾島さんですね。あ、ごめんなさい、飛ばしますね。薬師さんは7勝3敗の港川さんと、京極さん2勝8敗の小瀬力さん、五駒市さんこちらも2勝8敗清流山さん、六角さん戸野美さんですね。お相手は4勝6敗北王子さん6勝4敗の若青葉さん、木上さん9勝1敗三女さん7勝3敗の同門対決。追い込んだ。三女さん追い込んで突き出し、三女さん勝ち越し。片桐さん8勝2敗の関脇玉ヶ岳さん、さあ玉ちゃんとですね。おお、玉ちゃんに相撲させてない。そのまますくい投げ。片桐原さんも、10勝目か。木上さんも土がついちゃい、2つ目の土がつきましたね。で、北王子さん、六角さん、小駒市さん、京極さん、順当勝ちで、重量は、薬師さんが勝って、富の越さんが負けちゃいましたね。10勝1敗が4人になったというところで、片桐さんも再び優勝戦線浮上というところですね。では、12日目いきましょう。木上さんがガリュウさんとだ。ナルトナミさんが結構ね、小手投げいやらしいですよね。薬師さん1勝10敗の木曽駒さんですね。富の小路さんは4勝7敗の安房桜さん、京極さん2勝9敗の清流山さん、
ごごましさんはこちらも2勝9敗おせちからさん、六角さん6勝5敗の立ち錦式さん、北尾さん4勝7敗の朝日誉さん、木上さん大関のガリュウさんと当たります。お相手8勝3敗飛ばしちゃった。三女さん10勝1敗のゲームナダさん、ごめんなさいねボタン間違えた。三女さん突き出す、三女さんの勝ち。片桐さん小結びのナルトナミさんですね。お相手は8勝3敗小手投げこらえた。三条さん追い片桐原さん追い込む、突き出す、片桐原さんの勝ち。三条さんで言い間違えましたね。木上さんさすがにガリュウさん相手だとね厳しいですね。三条さんはゲームナーさん破ってますね。で北王子さん、六角さん五駒さん京国さんは勝ち。十両は富野小路さんがちょっと負け始めたかな。で薬師さんが下手投げで勝ってますね。はい、12日目終了しました。11勝1敗が我が部屋の3人、片桐原さん北王子さん六角さん、木上さんがちょっと負け込んできましたね。三条さんと同じで9勝3敗で、五駒さん京極さん気づけば勝ち越しリーチの7勝5敗薬師さんも7勝5敗富野小路さん6勝6敗というところですね。では13日目、木上さんは今日はゲームナダさんと、薬師さん塩野美さんと何勝5敗同士の一番ですね。勝ち越しかかってるんでちょっと確認しましょう。突き倒し、薬師さん勝ち越し。富野浩司さんと千住山さんは6勝6敗同士。ごめんなさいパスしますね。京極さんも勝ち越しかかってますね。6勝6敗の徳の峰さん、突き落とされた。今日は勝ち越しならず。五駒さんも勝ち越しかかってますね。9勝3敗の正恵さんとの一番。ちょっと勢い負けしてるね、ごこましさんも。押し出された。はい、木上さんは小結びゲームナダさんですね。お相手は10勝2敗。はたいた、木上さん10勝目。六角さん6勝6敗の大関高錦さん、残った残った俺だ、残った。今のは下手投げだよね。六角さんよく耐えてくれたけど、残った。
月出し六角さん12勝目、北王子さん、大関立川さん、ワイター8勝4敗。とったり、今場所2回目のとったり、三条さんとガリュウさん9勝3敗同士の一番。おお、突き倒し、三条さんの勝ち。片桐さん、大関荒尾さん、ワイダー10勝2敗。首投げ、片桐さん強し。京国さんがね、勝ち越してなかった、まあ、五駒町さんもそうですけどね。で、十両は富野浩二さんが勝って、薬師さんが勝ち越しと。五駒町さん、京国さんが7勝6敗で足踏みというところで、14日目いきましょう。さんは3勝10敗の荒野里さん、富野越さん勝ち越しかかってるんで確認しましょう。同じく7勝6敗の琴千鳥さんとの一番ですね。うわ、瞬殺した手投げ、今日も勝ち越しならず。はい、京極さん、こちらも7勝6敗、お相手は大国魂さんですね。うわ、下手で投げこらえる。京国さんパワーでいきましたね。はい、五駒町さんも勝ち越しかかってます。4勝9敗のヒューマさんが湧いて、蹴上げさん、小結びの鳴門奈美さん、お相手は8勝5敗。あ、蹴上げさん突き返して真ん中戻してきた。今度は再びリード。突き出し、蹴上げさんの勝ち。北王子さん、大関多賀錦さん、お相手は6勝7敗。さあ、これに勝って多賀錦さんが再び負け越してしまうのか。ここでは負けれない。突き出した、北尾さんの勝ち。六角さん、大関立川さん、終えた8勝5敗。
残った。さあ追い込んだ、追い込んだけど立川さんが寄り返してくる。残った。追い込んだ。やりきりました。六角さんの勝ち。三条さんと荒星さん10勝3敗同士の一番。追い込まれてる。ああ、寄り切られた。力負けですね。カデギアさん、同じく大関のガリュウさん、お相手は9勝4敗。突き落とし、カデギアさんの勝ち。さあ、北尾さんね、高根式さんに土をつけて負け越し確定させましたね。その他は、ここ町さん、京国さんも勝ってんな。重量はどうかな。重量は、富の越さんが負けて、薬師さんが勝ちというところですね。13勝1敗で、片木屋さん、北大路さん、六角さんの3人。出来上げさんが11勝3敗。薬師さん、9勝敗になってだったんですね。あんまり勝ちすぎるとね、上に上がっちゃうんでね、8勝6敗っていう、そういうの別のやつを見てましたね。今富野越さんが7勝7敗で千秋楽か。でまあまあ、我が部屋の上位陣は全員勝ち越してくれたからね、これで一安心ですね。優勝戦線は片桐さんと北大路さんと六角さんの3人に絞られたところで千秋楽いきましょう。ごめんなさいね、ちょっと飛んでましたね。はい、富野越さん7勝7敗で千秋楽ですね。10勝4敗の綾波さんとの一番ですね。残った。負け越した。京極さん4勝10敗のヒューマさん、ゴゴマシさんは7勝7敗の大国魂さん、木上さん9勝5敗の関脇タマちゃんとの一番。
はい、北尾さんと六角さんね、同門対決。負けた方が優勝戦線。ああ、六角さんの突き出し。はい、結びの一番、三条さん10勝4敗、片桐さん13勝1敗ですね。さあ、ここで、片桐原さんが負ければ六角さんの優勝。片桐原さんが勝てば優勝決定戦。片桐さん粘った、すくい投げ、これで優勝決定戦ですね。はい、星取り表で見ると、片桐さんと六角さんが14勝1敗でトップ、三条さん10勝5敗、北尾さん13勝2敗、木上さん12勝3敗、国前さん、京極さんが9勝6敗で、十両は薬師さんが9勝6敗、豊ノ浩二さんが7勝8敗という結果でしたね。はい、優勝決定戦2人ね、14勝1敗同士になりました。さあ、技の片木原対押しの六角。片木原さん追い込んだ、巻き返す。あー、突き出し、優勝は片木原さん。技能賞若尾さん、関東賞六角さん、殊勲賞北大路さんという結果でした。片木原さんまだまだ強いね。はい、またエンディングなんでね、すっ飛ばします。あ、やっぱり高西さん引退した、うん、この辺は予想通りでしたね。まあ、あんだけ負け越してればね、ていうか誰も大関上がってねえじゃん。うわあ、健康が4つに落ちましたね。指導力6、健康4、行動力6、魅力7というところですね。部屋記録は、まあ、関脇で3人止まったまんま、幕内勝率が6割1分3厘、通算勝率6割2分6厘というところですね。あ、ごめんなさい。番付が見たい。あ、やっぱり一枠ポコッと空いた状態のままなんですね。で、関脇さんには変わらず、ゴゴマシさん、京子さんも場所変わってないね。で、薬師さんは9番手で、今度は柳の番場さんが、新十両で加わってきたところですね。はい、ではご視聴ありがとうございました。また3月場所もね、お楽しみにしておいてください。それではさよなら。